センターほかいかがでしょう。じゃあ順に挙手いただきましょう。向かって左。さあ今日はたくさんの方々お越しいただいております。そして配信もご覧の方々もいらっしゃいますので、皆さんから一言ずつご挨拶、そして自己紹介もしていただきましょう。では高橋さんからお願いします。えー、高橋明です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして曽田さんです。 えー、外亮介です。本日はよろしくお願いします。ニューシーブリーズということで新 CM 本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。福山さん。福山雅美です。よろしくお願いします。こういうはちょっと初めてなので緊張してるんですけど、皆さんと楽しくお話できればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして安西さんです。はじ、えー、めまして安西セイラです。よろしくお願いします。 いやーちょっと皆さん緊張しすぎかもしれないですね <laughs> もうなんか <laughs> ビンビンにこう緊張感がちょっと伝わってきたんですけれどもフレッシュだなっていう感じも皆さんに伝わったんじゃないかなと思います今日はね楽しくお話を聞かせていただきましょう改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さあシーブリーズの CM といえば男女、各1名ずつのキャストが出演されているイメージがあったんですがこう皆さんがね揃われるとまさにニューシーブリーズの CM 始まったんだなという感じがいたしますさあ今回なんですが皆さんは15年ぶりにパッケージが大幅リニューアルしましたシーブリーズの CM にご出演いただいているんですが高橋さん、今まさに皆さんにその CM ご覧いただきましたけれどもどうでした、見て。 そうですね本当にあの去年に撮影してて結構、皆さんとお会いするのも今日がだいぶ久しぶりではあるんですけれどもこうして出来上がった映像が皆さんに今日から届くと思うとすすごくく嬉しく思いますなんかどんな反応を来るのかなっていうのをちょっと楽しみですねそうですすねそうね本当にたくさん走ってなんか本当に青春をしているような。 撮影現場だったのですごく楽しかった思い出もたくさんあるので皆様にそんなところも感じ取っていただけたら嬉しいですねぜひ、うん、たくさんの方々にチェックしていただきましょうさあそんな新 CM の楽曲はグリーンの皆さんの新曲ということで安田さん、グリーンの新曲、はい、聞かれてどうでしたそうですね私、グリーンさんのあいうたが好きでずっとグリーンさん私あの学生時代といいますか小学生の頃からずっと好きだったので。 そうあのグリーンさんとご一緒させていただけてすごく嬉しく思いますね。小学生から聞いてたんだ。そうですね。あの奇跡とかをずっと聞いてたのですごく嬉しかったですね。こう CM をこうご一緒させていただけてすごく嬉しかったです。本当ですよね。なんかこう自分の中のこう青春の曲とともに自分が出てるわけですからね。そうですね。<う>ん。ちょっと嬉しかったです。感慨深い感じもあるようなんですが、このシーブリーズの CM にピ。 な爽やかな楽曲だなぁと思いました。福山さんはどんな感想を持たれました？なんか本当に自然と力が湧いてくるようなグリーンさんの楽曲だったので、それが本当にシーブリーズさんのあのー、CM にぴったりだなって思いましたね。あとこの CM をまあ、改めて見て、なんかその見てる時も自分がこう走りたくなっちゃうような感じがしました。はい。 じゃあもう流れると思うちょっと体が動き出したいそうなそうですね一緒にうわーってこれで走りたいなって思いますはいいいですねなんか青春してるなーっていう感じがしますけれども今回このグリーンの皆さんから手書きのコメントをいただいています、えー、こちらですそうなんですねおおすごいそうなんですなん,す、まあ、なんか,かっこいいな そのすべての経験があなたの優しさ、強さにということなんですが高橋さん、このメッセージいかがですかいやーかっこいいですね、言葉うですね優しく強くありたいなとあの思っていますけどもこうしてグリーンさんからいただくとより皆さんにこの CM が届いてまたまた、あのー、優しく強く頑張っていきたいなと思いますね。 本当に言葉選びっていうのがすごくこうズキュンと直接来るなっていう感じがしますよね、はい、グリーンの皆さん本当に素敵なコメントをありがとうございましたさて皆さんの表情や躍動感にグリーンの皆さんの爽やかな楽曲が相まってとても素敵な新 CM に仕上がっていたんですが今回この「シーブリーズ」の CM のお話が来た時安西さん どんなお気持ちでした、はい？やっぱりあのシーブリーズはまあ昔から私も使っていて CM もずっと見ていたので、それに私が出演できるとなった時はすごく嬉しかったなもちろんちょっと不安もありましたね<ー>。不安もあった誰に最初に言いました？いや家族に父親に言いました。うん、シーブリーズ出れるよ<ー>。<laughs> もうどどんな反応してもらうんですか？いや、うん、シーブリーズ まあもちろん父親もご存知だったのでやったじゃんっていうのを一緒に話してましたね家族で一緒に話しましたいやもうみんなが喜んでくれたんじゃないかななんて思いますけれども曽田さんは学生時代シーブリーズ愛用されてたんですよね、はい、もうむっちゃ使ってましたねもう,もうえぐいほど使ってましたよもうあの店とかでシーブリーズ選ぶときに本当もう座りながら選んでたんじゃないかなぐらい 選んでて吟味しながらもう吟味ししてましたね<ぁ>でも途中からちょっと何が何だか分かんなくなったり <laughs> もう僕これこれですねスプラッシュマリンと石鹸これを使ってましたねじゃあ曽田さんの青春時代の香りを周りの方に聞いたらそのシーブリーズの香りが出てくるってことですよねもうシーブリーズしか出てこない本当、ね、<laughs> CM もすぐ出たかったし いやでも僕、サッカーしてたんですけどサッカーめっちゃ汗かくじゃないですかそ,です、ね、その後にめっちゃ使ってました <laughs> でその話をオーディションでしてでななんだっけなあのー、これ空になったときに捨てるのもったいないなと思ったんですよ水鉄砲にして遊びましたって言ったら、えー、<laughs> むちゃ笑ってもらいました。<laughs> ちょっとこれは聞けないエピソードが聞けちゃいましたけれどもあそういう,もう自分が愛してやまなかったんだぞっていうのをちゃんと PR で使ったわけですねもう熱く語りましたね、あの日は。わあそれで<あ> <laughs> この場に立ってるってどうですか、こう皆さんの前でこうシーフリッツの顔ですよおいやでも、顔合わせの時にあに、のー、みんな結構お若いじゃないですか。 はソタくんギリギリだねって言われてギリギリだねって言われたの。制服ああギリギリだねみたいないやでもギリギリでも飛び込めたんでセーフいやもうこの場にいることの喜びがなんかすごい伝わってきます本当ですかありがとうございますありがとうございます高橋さんどうでしょうシーブリーズに関するこう何かこうエピソードあるかなって言われたら 僕もあの小学生と中学生8年間ずっとバレーボールをやっててやっぱりね部活をやる男子はこの年代はシーブリーズを必ず片手に持ってたんじゃないかなっていうぐらいみんな持ってましたしそれこそ本当にキャップ交換とかとなくなったらちょっと許可してとかなんかそういうのがこう行われてそれも青春だなっていうふうに僕は振り返ると思い出しますね。 綺麗なコメントですね。これ <laughs> もう水絶ぽなんかしちゃってたから、<laughs> 水絶ぽしたこと僕ないですね。<laughs> はい。いやでもこう青春の時の汗を味方にできるってすごいことですもんね。そうですね、うん。ベタベタしないのが僕はすごい好きでしたね。サラッってするあの気持ち。 もうスポーツ少年にもたまらないんだなっていうのが分かりましたもう皆さんのね青春の香りっていうのでこの香りを嗅ぐと青春時代を思い出すっていうのも素敵な思い出になるかと思いますさあこの新 CM 皆さんとっても楽しそうに撮影なさっていらっしゃったんですがもちろん初めましての方も多かったと伺ってるんですが安西さん そうですね。私皆様と、あの吉川さんもなんですけど、うん、あの初めましてだったんですよ。はい、もう本当に全員初めましてで、もうすごいもちろん緊張したんですけど。一番最初、たか、あのー、高橋さんと。させていいてあ、でしたね。頂いて、高橋さんがすごくおやし、お優しくて。<laughs> そんな、そんなことありましたっけ。<laughs> ありましたよ。お優しく、あ,あ,あの、撮影できたので。 すぐまあ和みまあしたねもちろんスタッフさんもすごくて、うん、シーブリーズだからなのかわからないんですけどすっごいフレッシュなスタッフさんばっかりで <laughs> すごいやりやすかったですねうもうじゃあ最初にこう高橋さんにほぐしていただいて周りのみんなに盛り上げていただいて <laughs> <あ> <laughs> そうですねははいい関係性ですね福山さんどうですか初めて会った時のこの皆さんの印象って。 あの最初はやっぱりちょっと緊張して前半の方はなかなかこうおしゃべりできなかったんですけど最後のなんか屋上で撮影したんですけどその時にちょっとお話をしたりしてすごい皆さん面白くて優しかったんです。 や優しかったです、はい、であと、あのー、私、吉川さんがすごく昔から憧れの方でもうずっとお会いしたいなと思ってたのでまさかこうやって一緒のシーブリーズのお仕事ができることが本当に夢のようですごく幸せでしたどうだった、初めて間近でやった時もう,もうそのままもう可愛、そのままで可愛くて <laughs> もうなんかお話しした時も、なんか。 変にそのままフレンドリーな感じでお話ししてくださったのでわすごい素敵な方だなって思いましした。いやこうして、ね、こう撮影を進めるにあたってぐんぐんとこう距離が近づいていったんじゃないかなとな思うんですがどうう、でしょうなんか初めの印象となんか違うなって感じたりこう新たな顔をこの CM 撮影で発見したりした方曽田さん、いらっしゃいましたか。 うんー、ういないかな。何よっかな。<laughs> 怖い怖い怖い。今聞かれてたじゃないですか。いや、僕ふみや君と、一緒に走るシーンがあって。で、俺結構ふみや君クールな人なのかなって、最初に走るとこ。思ってたんですけど、むちゃくちゃふざけるんですよ <laughs>。<laughs> あ、そうか。なんかもう一回みたいな感じで、結構アクティブな人なんだなっていう印象は、すごいつきましたね。 で、あやみんさんとセイラちゃんはあれですね、もうなんか天真爛漫というか。もう本当になん、もう最初あだ名決めあって、撮影始めました。わ、そうです。ええ。なん、あ、て決めた。覚えてます。あれ、俺、なんだっけな、りょうちゃん。りょちゃん。りょうちゃん。あれ、なんかそういう感じでしたよね。うん、もう今日終わったら、そうさんですもんね。ごめんなさい、僕それ知らない。 あ、決める決めとく決め決…後で決めよう後で決めようらな <laughs> <laughs> でちょっとゆっくりお話し合いしたいと思います、うん <laughs> じゃあ、それ、また後ほど聞かせてください、はい。どんなふうに決まったのかっていうのも話聞かせてもらいたいんですが、どうです、高橋さん、なんか、こ、の人盛り上げ上手だなとか。なんか最初に、こう、ご自身が、こう、リラックスをさせたなんておっしゃって、まな、ことになってましたけれども。どうです、ムードメーカー的なのって、どなたになるんですか。そうですか。ちょっと、みんなで指さす、楽になるのかな。あ、あ <っ S 2> ごめん、言っちゃいました。<laughs> <laughs> じゃあ、せーの、誰。 <laughs> あソタクになる気がします。んかやっぱ年上っていうのもあってそのちょっとリードしてくださってるなっていうのは皆さんでこう全員で屋上のシーン、うん、一番最後の CM の一番最後のシーンを撮影した時に感じましたね。それまでは別々で本当にさっき一緒に走ったシーンぐらいしかご一緒がなかったんですけど、うん、屋上でお会いした時にすごく あのこう話しかけてくださりながら現場を一つ盛り上げてくださってたなとは思います。 もういいね,ねもうみんなフレッシュだから盛り上げるしかないですよ <laughs> 僕はいやいやフレッシュですよです <laughs> そんなメイキングも今日はお借りしておりますのでちょっと CM 映像もご覧いただきながらお話聞いていきましょういやもうこの青空の元学校で撮影したんだっていう感じが天気良かったですねえいい感じですけれども、うん、どうなんでしょう <laughs> 安西さんなんか裏話だったりどんな雰囲気だったのかちょっと聞かせてもらいたいんですがそうですねまあスタッフの皆さんももちろんキャストの皆さんもすごく 楽しかったんですけどあのフレッシュですごく良かったんですけどあの私これあのぶつかるシーンがあるんですよ。あの箱にこうぶつかるシーンがあってそれを何テイクもやってやっぱりぶつかるシーンっていうのはこうどこにぶつかるかで結構箱が飛び散るっていうのがあるあ、こ,ここですここですうんうんこれすごい私し何テイクもやって結構こだわり抜いた部分ではありますねうんうんこだわりのシーン今改めて見れましたけれどもいい飛び散り方してましたね <laughs> いいですねたかさんはどうでしょう 僕は本当にあの階段を駆け上がるシーンがあの一番最初のメイキングにあったんですけどあそこが結構こう僕が駆け上がっていく中で周りにいらっしゃるスタッフさんなんですけどがこうボールを投げたりとか紙吹雪を投げたりとかしてくださるんですけどそのタイミングがすごい僕の走るのと合わせてくれてるんですけど僕がスピード変えちゃいけないなとか毎回同じようにやらなきゃっていうプレッシャーがありながらも皆さんと。 よーいってなった瞬間に、こうすごいチームワークがバッと固まって撮影できたなっていう思い出はありますね。いや、もう見てるだけでちょっと笑顔になれる撮影現場なんですけれども、福山さんはどうでしたか？いや、本当にこう。なんか久しぶりにこういう学校に行って、私はこの体育館を突っ走っ。 みたいな感じで,でその後ろであのオーケストラじゃないなんだっけ <laughs> 吹奏楽 <laughs> みたいなはい、はい、なんかそういう感じで、まあ、太鼓叩いたりとか,なんかラ,ラップ。 ラッパかラッパだラッパを <laughs> 吹いてたりとかでなんかすごい私がこう引き連れていくような感じですごい気持ちよかったのとあともう一つエピ裏側というかエピソードを言うと、あのー、キービジュアルの撮影の時に、あのー、変顔をするっていう場面があって多分み,みんな多分一回やってると思うんですけどでも私変顔が得意だったんであよしやってやると思って変顔をしたんですけど。 あのー、その20%でお願いしますって言われてや <laughs> <laughs> りすぎちゃって <laughs> 逆に難しかったかなっていうエピソードです <laughs> 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 じゃあその変顔3、2、1、どうぞ。<laughs> か<わ>い,い <laughs> いやでも大丈夫かななんか結構そうなんかいやもうちょっと控えめでって言われたんでここでもうやっちゃうとちょっといや,いや, <laughs> やっちゃったんです大好きになりましたサカイさんありがとうございます。そしてソ田さんは SNS ちょっとチェックさせてもらったんですがかなり筋肉痛になったという情報を知れましたけれども <laughs> スクショしてるやんそうですよスクショしてるどうやっぱ かなり筋肉痛うもうすごいですねもういろんな部活の生徒さんたちがいらっしゃって、うん、であのカメラを車に積んで曽で田君、全力で走っていいよって言われて、うん、全員抜くシーンだったんですよ、うん。その1から全員抜くって50人ぐらいいたんですけどもうそれを10本ぐらいかなやってもう次の日全身筋肉痛になっちゃって <laughs> もうすごい撮影でししたたよ、うん、私も筋肉痛になってましたねあ私もなりました。 そうなんだからゃあ、日頃から動いてるのか,るのか階段がね、多分一番走るっていうよりは、僕だけ階段を駆け上がって、こう屋上で待つ吉川さんに会いに行くみたいな感じだったので、結構、回数はやったんですけど、2回分ぐらいだったので、なんかこう、階段だったんで、ちょっともも上ぐらいは決まったけど、なんかこう、筋肉痛だなっていう感じはそんなになかったです。<laughs> えー 皆さん、ねこう筋肉痛になりつつも楽しい現場だったということで、全力疾走によってこう爽快感のある爽やかな CM に仕上がっていました、さあそんな爽やかな新 CM で発表されました、シーブリーズ。 なんとこの度15年ぶりにパッケージを大幅リニューアルいたしましたさらに今回新たな香りも追加されているんですさあ以前のビビットなカラーのパッケージとは雰囲気が大きく変わったと思うんですがニューシーブリーズパッケージご覧になって安西さんいかがですか、はい、やっぱり全体的に淡い色になったっていうのはもちろんそうなんですけど最近そうですねあの若者って言ったらなんですけど腹やりが 淡い色っていうかパステル系がすごい流行ってきていて、やっぱりそういう流行りに乗ったではないですけど、やっぱり日常使いしやすいというか持ってても普段の服とかにも合いますし、もちろん持ち物とかにも合いますし、日常使いしやすくなったのかなっていう印象がありますね。本当ですよね。なんかバックから出てくるとこの子おしゃれってなか思うカラーですよね。はいはい、うんパケ買いしたくなりますね。こう見た目がガラッと変わりましたが、じゃあ。 福山さんどううでしょう以前のパッケージと今この画面で新しいシーブリーズのパッケージうん、うん、かなり比較をしてもらってますがいかかがです以前のパッケージのこのビビットのパキッとした色も私すごい好きでいいなって思ったんですけどまたこの新しいニューシーブリーズを見た時にうわなんかすごい今どきっぽいなと思ってそれこそ安田さんが言ったようになんか流行り ぽい色をしているのとあとやっぱこうカバンから出した時にすごいおしゃれだなって思いましたね、あと私、これあのあの今お家、おに置いてるんですけどべて <laughs> で置いててすごいなんかインテリアとしてもすごい素敵だなと思ってなんか全然、あのー、おしゃれにこれを置いてるだけですごいお家がおしゃれに見えたのでこうインテリアとしてもいいなと思いました。はい じゃあ今福山さんの部屋を見るとこう綺麗に並んでるわけですね。並んでます、はい。ちょっとなんか気持ちいいですね、こうすべて並んでると。いいね、今日どれ使おうかなーってなります、はい。 なんかそれがこう窓辺なんかでこう空の光なんかが当たると、うん、あーもう最高ですねバレそうな感じがバレますねこれこそ写真に収めて <laughs>、はい、本当ですねなんか素敵な空間が今目に浮かびました、うんはい、こう日常にこ馴染むようなカラーということでどんなシーンでも使えるのも嬉しいかと思いますさらに今回キャップ が改良されましてカバンの中で開きにくくなったということなんですが CM の中皆さんちょっと思い出していただくとシーブリーズをバトン代わりにかなり激しく振っているシーンも見られたんですが曽田さん、キャップの改良実感いいたただけましたいやもう、それこそ筋肉痛になるぐらい走ってたんで腕も相当振ってたんですよ。ででででもも一切こぼれななかかかっったたたすす。ね。ううキャップ開かなかったですどうでした皆さん。 どうだった？い<や>開いてない。もう,、ね、もうここ結構降ってたんですけど、うん、全然こぼれてなくて、うん、はい。本当のバトンみたいでしたね。みんなでこう繋いでいったってものですけれども、はい、高橋さんはどうです？こぼれにくくなったの、やっぱりこれ嬉しいですよね。うん、そうですね。やっぱりこう学生の皆さんが使ってくださるじゃないですか。やっぱスクールバッグの中で結構。 ごちゃごちゃしてると思うんですよその中でパカッて開いて中でシーブリーズが全部広がっちゃったってなったらそれはそれでねいい匂いになるんでいいんですけどちょっともったいないですし <laughs> なんかそういう間違って開いて全部こぼれちゃったっていうのがなくなるっていうのはすごい僕も嬉しいですし使ってくださる学生の皆さんもすごい嬉しいんじゃないかなと思います、うん、本当ですよね実感いただけて嬉しいですありがとうございますさらに今回のニューシーブリーズには新たに3つの香りが 登場いたたししましたフレッシュサボンそしてクリアボタニカルポッピンフラワーの香りということで前列にご用意していますので皆さんどうぞそれぞれ、えー、香りの方確かめていただきましょう福山さんにはぜひ香りすぎない大人な好印象のフレッシュサボンを、うん、そして高橋さんにはクリアボタニカルの香りをお持ちいただいておりますぜひ皆さんちょっと試してみてくださいさあ 今手元で試していただいておりますがあこれが見たかった生だ <laughs>、うん、こういう時に皆さんフラッシュ抱かれるんですね、あバシバシ取っていただいてますけれども福山さん、どうですかフレッシュサボン、うん、こう飾りすぎない大人な好印象の香りということですが。そうですねなんかこれ本当にに男女共に使 安いなんか香りだなっていうのと、やっぱなんか甘すぎなく、なんかそこまでこすなんですか？さっぱりすぎない。ちょうどいい。なんか香りでまあ、それこそ大人の方がつけてるとわいい香りだなって思うかなと思います。はい、いいですね。素敵なコメントをいただきました。はい、そして、高橋さんには柔らかくみずみずしい透明感のあるクリアボタニカルの香り試していただきましたが、どうでした？あのー、撮影を思い出しました。 本当に僕これを持って撮影してこう塗ったりしてたのでその頃のいい香りで思い出したのでなんかやっぱり香りって人の記憶の中ですごく大事な部分だなって今自分で感じたのとやっぱりその中でもこう優しくありながらもちゃんと香ってくれてすごいクリアボタニカル僕好きだなって思いますね。さあとということで新しくなった ニューなシーブリーズを記念いたしまして今日は皆さんにこんな質問ご用意いたしましたさあもうすぐ4月新学期新生活と新たなスタートの時期ということで皆さんがこの春に向けて新しく挑戦したいことは何でしょうということで事前にフリップに回答をお書きいただいておりますさあここで順にちょっと見ていくことにいたしましょうさあ皆さんどんなことこの新しい春 挑戦してみたいんでしょうかまずは高橋さんからいきましょう、はい、高橋さんの新しく挑戦したいこと僕が挑戦したいことはこちらです植物を育てる<ー>植物を育てる、はい、どういうことですか、うん、この春に向けてということであの僕家に生の植物がないんですよで。 お花頂い,いたりとかしてそれを飾ることはあるんですけどちゃんと土からこう花を咲かせたりとか、まあ、ミニトマトとかでもいいんですけど何かこう家に新ししいい命を宿したななと思ってます <laughs> <ー>なんかすどんどん壮大な夢になってきましたね。 水あげてちょっと芽が出てきたなとかそういうふうに成長を家で感じられると幸せだなってずっと思ってたんですけどやっぱ一歩が出ないのでこう言うことによって自分をやらざるを得ない状況に置いてちょっと早速土と何を育てるかを決めてこの春頑張りたいなって思ってます。 ぜひ,ぜひ挑戦してみてくださいありがとうございますじゃあ続いてソタさん見てみましょうはい僕が、えー、挑戦したいことはこちらですバン運動するです、ね、<laughs> 運動するはい、うん、もうちょっとシーブリーズの,の CM で気づかされたんですけどちょっ足りないなと運動がこんぐらいで筋肉痛になるんならもっとう今年は運動してで汗かいてシーブリーズつけて爽やかに。 いい、うん、こうと思ままししたた今京一の爽やかな笑顔出ましたね <laughs> キメもすごい <laughs> じゃあ、ちょっと運動を取り入れてより健康的に、はい、うーん、いいですね、ぜひもう、どんだけ走ってもこう筋肉痛にならないぐらいの。ならないぐらいの、もう次の CM も僕が出るぐらいの。<laughs> <laughs> 楽しみにしてます、ありがとうございます。じゃあ、福山さん、見てみましょう。ははいい私が挑戦したいことは サウナです。<ー>はい、サウナ整えるとあります,がすね。うん、まあ、最近多分整えるっていう言葉よく聞くと思うんですけど、私もそれにちょっと便乗してなんだろう。やっぱ結構こう。自分の体を自分でこう。癒すというか。なんか自分のこの。 え何ですかね、まあいやまあ、いいそれこそ癒しだったりとか,なんかそういう趣味とかを見つけたいなと思ってそれでこのサウナにしたんですけど私サウナ結構前は苦手でなんかんのお母さんと 温泉に行った時とかもお母さんすごいサウナが好きでサウナ行こうって言われるんですけど本当に1分くらいしか入れなくてうわっ熱って思って毎回出てたんですけど最近あの帰省した時にお母さんと一緒に温泉行ってサウナに入ったら意外とお、行けるなと思って、まあ、でもこう体が大人になったのかなって思いつつなん,かなんかサウナに入ってその後水風呂に入ってそれを3回くらい繰り返したらすごいなんかさっぱりというか。 まあそれこ,そこれここれが多分整える」だと思うんですけどそういう体がなんか楽になったのでこれをちょっと今年たくさんサウナに行って自分の体を整えていきたいなと思います <laughs> あじゃあもう整うというのを経験しちゃったんです、ね、あでもそこまでうん、うん、まだそのサウナをこうやっぱ愛してる方の「整える」をまだ多分そこまで行ってないと思うのでそれをちょっと経験してみたいなと思います。はい 経験して、どんなふうにこう変わっていったのか、また聞かせてください。あ,はい、ありがとうございます。ますさあ、では、安西さんの新しく挑戦したいこと、はい、じ、は、ゃ、い、はい、はい、きます。せーの。じゃん。犬を飼うです。こ<ー>れ、飼猫飼ってなかったっけ。いや、もちろん飼っていて、犬も飼っていて、うん、あの、猫ももちろん、いろいろ動物を飼ってて、鳥も飼ってるんですけど。うん、あの。 私最近18になったばっかりで18から成人になるということでなんか責任を負うではないですけど自分が、まあ、今までもこう愛してきてこう飼ってはいたんですけど自分で飼ってみたいなっていうのがあるので私はこう4月から犬を飼うっていうのをちゃんと頑張りたいなと思います。<laughs> いやでもなんか自分が またこうワンちゃんってなるとままたかか違いますからねもともと飼ってはいたんですけどなんかやっぱり自分のってなるとちょっとまた違うのかなってなんか子供のようにアイスではないですけどそうなるのかなっていう意味を込めてこう犬を飼うっていうふうにしました。 名前とかも考えてるんですか。あ、でもちょっと強い名前がいいなというのがあって、ちょっと二文字。まだちょっと内緒にしておきますね。あ、そうですね。<laughs> じゃあぜひその新しいこう仲間が加わったら、家族が加わったら、ね、ぜひシーブリーズと共にあげてください。わかりまし回答者の皆さんは後ろを向いていただき、今回。 高橋さんにスステーーーージ中中央ののボックスの中から1つ、ニューシーブリーズを選んんでいただきます。高橋さんにはみんなに見えないようにシーブリーズをつけていただいて準備が整ったら前を皆さんには振り返っていただいて答えていただくというものなんですがなんと高橋さんには CM と同じようにシーブリーズをつけて爽やかに駆け抜けていただきます。よろししいでしょうか。 解答する際に、ね、ぜひ皆さんそれぞれシーブリーズがお隣にありますので、はいはい、どの香りだったかなっていうのをちょっと香りを確かめていただきつつ試していただきつつ、はい、チェックしていただきましょうさあそれでは早速選んでいただきますので高橋さん以外の皆さんは後ろを向いていただいて、はい、目も閉じていただきます。ましたか大丈夫でですかははいさあそれでは タカさん、ボックスの中に5つの皆さんのそれぞれの香りがありますので、はい、中から1本選んでください。はい、えー。はい。これにします、はい。じゃあ、名前は言わずに皆さんにちょっと見せてください。皆さん、しっかり覚えてくださいね。こちらの香りとなります。では、ぜひ体にまとっていただきましょう。はい、お願いします。えー、見たいな <laughs> <laughs> 見ちゃダメですよでもちょっと距離的には曽田さん近いかな今感じることはあるんですかね、うん、今感じてあなるほどね <laughs> あ、お、爽やかな香りですね待って分かんない、うん、ここまでいさあまとっていただきました、はい、ではボックスの中に縛っていただきましょうなるほどなるほどさあではボックスを下げさせていただきますので高さには スタート位置の方にご移動いただきまして、ご準備いただきます。はい、では皆さん、前を向いてください。はい、さあ、もう今、まとった状態ですので。待って、わかんない。しますかあ、なるほど。ああ、なるほどなんて言ってますけれども。これでどん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 ハードル高くなっていってますからね。<laughs> さあではちょっとここで CM さながらの爽快な走りを高橋さんにしていただきましょう、はい、そしてそこからこうふわりと漂う香りを皆さんには嗅いでいただきますさあそれでは高橋さん、はい、お願いしますいきますよほほ。わかるのかなあょっと待ってえちょっと待 <laughs> って待って,って,ってえなんかあと俺スタート位置だからさあの全然数来ないのよ <laughs> あ帰りじゃああ帰りねオッケオ戻りますもうもう帰ってもらいますけどこの五本ですもんねどれかですよあのじゃあちなみに何かリクエストありますどんな走りがいいとかあります？何ですかちょっと香りが立つような首につけたんです。首につけました。こうなんか首首を首かちょっと送りながら走りましょうか。ああああなんかこういう感じで皆さんにお伝えする感じで。 <laughs> じゃあちょっと動きをつけて戻っていただきましょう、はい、では高橋さんお願いしますいきますよ <laughs> なんか変な感じになっちゃってるよ <laughs> な<で>だいぶまあでもなんかちょっと似合う2評価これねわかるのよだけど<は>ちょっと待って,待って、うん、ちょっと取ってどれだったかなこれかなっていうのをちょっと確かめて違う気がするな <laughs> 比べてみてください,い えー、さあ、ちょっとみんな、かなり迷っているようですので、特別ヒントにサポートアイテムご用意しています。しましさあ、今出てまいりました。はい、こちらのパネルには。高橋さんが選んだ香りのシーブリーズが染み込ませてあります。<ー>ということで、高橋さん、こうヒント欲しい方ということで、ちょっと聞いてもらっていいですか。ヒントが欲しい人。はい、早いな。元気。いらないですね、<laughs> いや、これは当てたい。い遠くから行きますよ。 はいたらどうぞあはいあ結構匂いますねもうわかったわかった入っていっ確認してますねそれ1回までですかちょっと待って待っていいですよ大丈夫ですいいですか俺もちょっと匂いたいあります今日本当にガチンコ勝負にしておりますので さあ、どんな答えが出るのかああ、あ、え、え、まだ違違違うううみんな何でもいいですよと考えていただいてさあ、どうなんでしょうかさあ、それではちょっとかなりね香りも絞られてきたんじゃないかなと思いますので高橋さんご協力ありがとうございましたどうぞ元の位置にお戻りいただきましょうさあでは回答者の皆さん頭を抱えつつもそれぞれ考えていらっしゃいますがでは ニューシーブリーズフリップをお配りいたしますのでそのニューシーブリーズフリップでこれだと思う香りをあげていただきますぜひ大きな声でお願いいたします、はい、さあもう皆さん大丈夫でしょうか心は一つに決まりましたでしょうかさあそれでは参りましょう回答お願いします、はい、せ,ーせーのスフラッシュマリンです スプラッシュマリンお、割れちゃスプラッシュシャーベットスプラッシュマリン待ってヤバい分かれたー割れましたねヤバいでも、福山さんあの大ヒントの時にあんまこれだとおっしゃってましたよね待ってヤバいすっごい自信満々だったでもこれだった気がしますよいや、それね、俺担当だからさ外さないのよサイラン、私ヤバい私これ担当なんですけど多分絶対これです絶対絶対言っちゃいましたはいあ でもすごい自信があるんですね。はい。絶絶対これです。絶対。さあどうなんでしょうか。うんうんうなずいている曽田さんもいますが。絶対絶対これです。絶対これです。おおそうなんですね。では高橋さんから正解発表お願いします。正解はヤンダム！フラッシュガリンの香りです。お見事！ソタさんと。 さん見事正解となりました。香りげなく香る良い香りにちょっと惑わされてしまったところが一点じゃないかなと思いますが、はいでも見事というかいい。<laughs> ので、<laughs> 皆さんに予想していただきました。いや、本田さん、地震たっぷりでしたか。もう、はい、満足でしたね。はい、担当してるので。うん、あ、すぐわかりました。はい、担当。担当は強いですね,いやいやね。違うなと思いますが。曽田 <laughs>、ね、さんもかっこよく決めてますね。やっぱ高校三年間使ってましたからね。うん、中高と使ってて。うん、あとね。大人の方たちのプレッシャーがすごいんですよ。<laughs> いやもうでも本当すぐわかりましたこれはありがとうございます素晴らしく当てていただきましたいや楽しくこうゲームができたかなと思います、はい、ありがとうございますさあということでまだまだねお話を伺いたいところなんですがそろそろお時間となってしまいました最後に皆さんからぜひニューシーブリーズに期待してくださってる皆さんそして新 CM を楽しみに待ってくださってる皆さんにメッセージいただいていきましょうでは高橋さんからお願いします はいあのスタッフの皆さん、そしてキャストの皆さんと精一杯撮影したこの CM は、ですね日常に寄り添いながらも、積極的に青春を応援してくれる、このニューシーブリーズの世界観を作ってくれたんじゃないかなと思っております。えー、頑張って撮影したので、ぜひたくさんの方にご覧いただいて、ど青春を感じていただけたら嬉しく思います。あありりががととううごござざいいまましたすではソタさん 新しくなった香りと、えー、カバンの中で開きにくくなったキャップまさに新シーブリーズということで、えー、本当に、ね、CM の中でも土青春とおっしゃられましたけども本当に皆さんが、えー、爽やかなそして青春を感じられる CM となっておりますのでぜひ皆さんも新シーブリーズ体験してみてください。ありがとうございます。福山さん。 このニューシーブリーズは汗もこう味方に変えてくれるようないい香りがすごく続きます,あ続きますはいえー視聴しすぎないまあ先ほどこう、あのー、高橋くんがこうつけて走ってくれたようにあんまり視聴しすぎない香りっていうのもすごくいいところで、まあ、ちょっとした時につけていい香りを楽しんでほしいですはいありがとうございましたありがとうございますさらっとこう自分のフォローも入れましたね <laughs> <laughs> そうよねこうそんなに視聴しすぎないのも いいところなんですよねとはいいところです、はい、ありがとうございますでは安田さんお願いします、えー、はい、えー。ニューシーブリーズはですね、えー、匂いももちろんパッケージも、えー、本当に日常使いしやすいものとなっております、えー、いつでも持ち歩いてこうさらっと使っていただけたらなと思いますありがとうございますありがとうございました楽しくお話聞かせていただきました高橋文也さん曽田亮介さん福山あやみさん 安西聖良さんでした今日本当にありがとうございましたありがとうございましたではどうぞ一旦ご交代いただきますバイバイありがとうございますでは改めてご登場いただきましょうお願いしますありがとうございますではどうぞそれぞれの立ち位置にお立ちいただきましょう さあ、ニューシーブリーズ発表会無事終了いたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はいああ、イベントを終えて、どのようなお気持ちなのか、ちょっと感想を聞かせていただきましょう。高橋さん、どうでしたか。 あのー、リハーサルの時よりね、盛り上がって良かったですね、走るところも、実際、リハーサルはそんなにね、やらなかったじゃないですか、うんうん、だから自分からどれぐらい匂いが発せれるかも分かってなかったので <laughs> あ、こんなに自分に返ってくるんだと思いつつ、うんうん、皆さんに伝わったらいいなと思いながら、今日からこの CM が皆さんに届くっていうのを改めて実感して、すごく嬉しく思っています。ななかなかこういういステージで 走ってください。爽やかにってリクエストされることないですもんね。ないですねうん、うん、爽やかでしたよ。あ、本当ですか。爽やか。そう言っていただけると、あの頑張りが。<laughs> ちょっとね、二回目変な走りになっちゃう。いや,いや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 、でも香りをこう。<laughs> 届けながらっていう気持ちがすすごいい伝わっってきました、はいはい、よかったかですいやなんか役者をしてるといろんなこう無茶ぶりというかこういろんなリクエストが入るわけじゃないですか、はいうん、監督さんからのリクエストに応えるのって結構難しいことですもんねそうですねでもやっぱりそこを考えながらやっていくのがまたお芝居の楽しさでもあったりするのでなんかそこはすごくあの自分なりに頑張ろうってさっきも思いました <laughs>。 役者魂を感じました <laughs> ありがとうございますでは続いて曽田さん、はい、どうでしょうイベントを終えての感想を聞かせてくださいあのイベント中文也くんもおっしゃられてたんですけどその撮影が去年くらい、はい、結構空いて、はい、このイベントで、うん、そうですねもう CM をまた見させていただいてやっぱりなんかシーブリーズの CM 出てるなっていうのが自分が実感してきてもっと爽やかに生きていこうかなって 思いましたね。これ以上爽やかになってどうするんですか？<laughs> もっともっと爽やかに。次はちょっとここで走らせてもらえるように。なるほど、と思いました。はい。いや。でも本当に楽しくて、皆さんも本当明るくてもう楽しかったです。もう本当みな、皆あのこの cm をたくさんの方々に見てほしいなっていうのがはい。1番に思ってることですね。和気あいあい感が伝わってきました。では、福山さん。 今日振り返っってどううだったでしょうう私、本当こういう場が初めてでもうどういう感じのことを話したらいいのかとかすごい緊張してたんですけどまあそれこそ皆さんがすごいあの楽しくお話ししてくださったりとかあと、やっぱりこうやって自分がまずここのシーブリーズの前にこう立ってお話ししてるっていう状況がすごい不思議ですごく嬉しいのでそれがまあなんか今すごく楽しい時間でしたね。はい こういうシーンよくテレビで見ますよ。そうなんですよ。うん、ずっとたいなんかやここに立ちたくてやっとついに立てたというスタートラインみたいな感じで、はいここから頑張っていきたいなと思います。はい。喜びが伝わってきますね。安田、はい、さんはどうですか今日イベントを終えて。はいえー、そうですね。やっぱりこれもこの撮影も去年させていただいて、やっぱりここに立つとやっぱり CM に出たんだ。 出させていただけたんだっていうやっぱり実感が改めて湧くというか撮影ももちろん楽しかったんですけどこの発表会もすごく楽しくてやっぱりたくさんの方々にこう CM すごく頑張って撮影したのでたくさんの方々に見ていただけたらなと思いますね本当にねたくさんの方々がどんな感想をもらえるのかっていうのも聞きたいですねですはいすごく楽しみですありがとうございます さあでは続いいてての質問をいただいております4月から新生活を迎える方も多いということで新しく挑戦したいことを伺いましたが学生時代の青春エピソードについて教えてくださいということなんですが学生時代の青春エピソード誰かいきますやっぱちょっと近いお二人から。 ちょっと時間かか <laughs> ちょっと思い出す時間ちょっと思い出してもらってる間に、ね、えじゃあ私いいですかいいですよ私は、えー、高校生がやっぱり結構青春したイメージがあった青春した記憶があって特にやっぱ高校に入る前でやっぱ高校生ってすごいキラキラしててなんか 本当に自由を楽しんでいるとかまあそれこそ放課後に遊んだりとか,なんかそういうのに憧れてたのでまさにその高校1年生になってまあ友達と一番すごい精神したなっていうのはあの体育祭の前日にあの放課後みんなでとメガホンを持ってそれでこうメガホンを飾り付け。 をし,てるして、るしてみんなで写真を撮るっていうのが、うわすごい青春してるなっていうので、すごくなんか、なんかドラマの今、ページを見たような気がします <laughs> そうですね、うん、本当、それ、やりたかったことなので、メガホン買って、飾り付けして、それ写真撮って、まあ、それをこう写真アップしたりとかして、すごいいい、なんか、めちゃめちゃ青春してたなと思って、なんかすごい恋しくなりましたね、今。 じゃあ安西さんの青春というとそううそですね私高校生で思い出っていうのがあんまりなくてそれこそコロナ期でもう何もかも行事もなく終わってしまったんですけど、うん、私小中がすごく楽しくて、えー、それこそ私もバレーボールをしてて運動っていう感じだったんですけど。うん、ももうう毎日もう先生 とも仲良かったですし友達も全員と仲良くて学年全員で仲良くて泥系っていう鬼ごっこをしたりだとか,かもう朝早く登校してもう本当に10分とかのためにこう朝早く登校して鬼ごっこするとかそういう学生時代だったのでもちろんシーブリーズも私すごく使っていましたしううん何だろうでもすごい青春だと思う。それ うん私もでも小学校なんかすごい早く学校行って本当に朝の時間10分くらいしかないのに外に行って遊暮で遊んでっていう朝活めっちゃ頑張ってたなと思ってあとご飯終わってからもねお昼休みレクレーションみたいなね20分休みとかありました分分休みないっていうのがあってそれでももう走って20分休みとか久々に聞きましたありましたけどね ありましたありました。一二時間目終わった後に二週間休みってのがあって、えあったんですか？ありましたよ僕。えほら。なって？なんでだろう。まあでも住んでる場所がによって、九州とか結構厳しかったかもですねそこは。そこでも走ってもとにかく走ってた学生時代だったんです青春の話をするともう皆さん目がキラキラとしてきましたけれども、ト橋さんと曽田さんはどうですか？僕は。 中学校の部活動がやっぱり今こう学生時代を思い出すと一番思い出があるかなっていうのも中学1年生でバレーボール部に入って中学3年生の時に部長をやらせてもらってたんですよ <へー S 1> だったのでなんかそのやっぱチームっていうものに対する熱もそうですし部活動って言ったら本当にみんなで頑張って勝利をつかむことしか目標として皆さん掲げてないのに先生もチームメイトも全力でそこに 掲げて向かっていくっていうのがまさに青春だなって思ってもう朝7時とかから外周走って何十車して汗びしゃびしゃになってなんかそういう何かになんかまっすぐすべてを捧げられた中学校時代は青春だなと思いますね高橋さんの青春時代いいですねはい。ありがとうございます,います語っていただきましたじゃあ曽田さんの青春 僕も部活ですかね、12年間ぐらいサッカーをやってて、朝練からま夜までずっとサッカーしっぱなしで、本当にその僕が部活してる時にそに、シーブリーズっていうのが本当に思い出深くて、のこの香りを嗅ぐと思い出すんですよ、その時の香りを。だから、シーブリーズとともにあったし、 ななんだろうな本当汗かいた思い出しかないですね、学生時代って、もうずっと部活付けの毎日だったんで、まあ、それが今となってはいい思い出なんですけど、それが香りと一緒に思い出になっているのが、すごい素敵だなっていうのは思います本当ですよね、なんかこう、その青春時代のこう汗をいい香りに変えてくれたシーブリーズって、やっぱりなんかすごい味方だったかもしれないですね。もう皆さんの味方ですよ 誰でももってますしねもうそうですね今学生ね僕らの時もみんな持ってましたし教室であの朝練終わりの男たちがこうバーって塗る、うんうん、あの教室中がシーブリージのにいになって <laughs> す,す,す,すごいいい匂いっていうのは覚えてますね。 いいですねそれをちょっと今覗きたいなという感じがいたしましたさあではこれから青春を謳歌する学生に向けてアドバイスとメッセージを一言ずついただいて、えー、代表質問は終わりにしたいと思いますでは高橋さんからぜひ青春を謳歌する学生に向けてお願いします、はい、僕が今高校卒業して3年になるんですけど本当に言えることは目の前にある自分なりの目標とか 掲げていると思うんですけどそこに執着しすぎなくても本当に目の前のことを楽しんで熱を注いで仲間を信じて自分を信じてぜひ突き進んでほしいなと思います僕はそれこそ部長をやらせていただいて,て仲間を信じてたんですけど最後までなんかこう自分を信じれなかったなっていうのが 悔いでもありますし、あと勉強をたくさんしたらよかったなって本当に思うんで、今、そういう機会がある人たちは、ぜひ諦めずにこう向き合っていけば、4月から高校生なり中学生なり、新しい一歩踏み出すのに、ちょっとした自信になるんじゃないかなと思うので、ぜひ目の前のことを楽しみながら、仲間と協力して、頑張っていってほしいなと思います、うん、ありがとうございます。ではソタさん えー、僕は高校中学卒業してちょっと経つんですけど本当に中高の友達ってすごい今でもあったり親友の方がたくさん作れる場でもあるので本当に周りの方々を大切にして集中できる何か一つでも楽しめることを見つけて絶対悩む 時はあると思うんですけどそれを乗り越えたらまた絶対楽しい時が来ると思うので本当に1つのことを楽しんでえ青春を謳歌してくだささいいありがとうございます福山さんやっぱ学生時代ってやっぱ大変なこと辛いことなんか勉強だったり友達関係だったりいろいろ悩むことも多いと思うんですけど、まあ、それも1つのこう青春だという感じで、まあ、そうなんかポジティブに何でも頑張っていけばうまくいくと思うので。 ぜひあのー、ね、まあそれこそシーブリーズの CM でもあったように青春って本当一瞬なのでその一瞬を大切に、えー、頑張ってください。はい、ありがとうございます。安田さん。はい、えー、一番言いたいのはですね、あの後悔のないように、えー、青春をしていただけたらなと思います。えー、私はそれこそコロナ期で何も。 学生時代っていうのが高校時代っていうのが思い出がちょっとあまりなかったので本当に目の前のことをこう全力で楽しんでやっぱり中には嫌なこともあったりだとか泣きたい時もあると思うんですけどそういう時は泣いてもいいと思いますし逃げてもいいと思いますので嫌なことは嫌だってはっきりちゃんと言って全力でこう学生時代といいますか青春をこう楽しんでいただけたらなと思いますありがとうございます。 ありがとうございました。ニューシーブリーズ新キャストの皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。